下がれ。部外者の立ち入りは一切許可しない。なんだと？あたいはあんたらに依頼されたチェーン商会の人間だよ。承知している。だが荷の卸も調査を兼ねて全て我らが担当する。貴様らは船の隅でおとなしくしていろ。てめえら何様のつもりだ。分かったよ、好きにしな。中に何かいるぞ。ネズミか。チェーン商会の荷にしては不衛生だな。他にスピリア反応はなし。よし、基地内に搬入せよ。貴様らは予定時刻までに出航しろ。1分でも遅れたら不審行動とみなし全員拘束する。予想以上の警戒だ。手助けの一つもしてやりたいが、これじゃ動きが取れないね。羽クジラ様、どうかあいつらにご加護。母体の活性化は随分進んだようだな。ああ、もうすぐ完全に目を覚ます。そうなれば帝国など一気に制圧できるだろう。いよいよ我らの願う気高きスピリアに満ちた新世界が訪れるのか。さあ吐け、貴様のスピリアの秘密を。強情な娘め、手こずっているようだな。はっ、申し訳ありません。琥珀さん、意地を張っても誰も助けになど来ない。シング君たちは今頃全員イネスに殺されているのだ。シングは死んでないよ。それにイネスも。大佐、ローレンツが敵に寝返りました。現在メテオライトと共にここへ向かっていると思われます。インカローズ、報告は正確に行え。正確です。イネス・ローレンツ少佐はあなたを裏切りました。バカだ、あのイネスが私を裏切るなどありえん。裏切ったんじゃないよ。あなたへの思いと一緒にここに向かってきてる。ソーマがイネスの思いを伝えてくれてる。ソーマが思いを伝えるだと？何をほざく。ソーマなどただの武器に過ぎん。ソーマなんかなくたってイネスの思いには気づけるはず。なのにあなたはスピリアを閉ざしてそれを受け入れようとしない。だからイネスはここに来ようとしてるんだよ。ストリーガウ、スピリアの秘密を明かせろ。貴様の流儀で構わぬ。了解。殺すなよ。観念しろよ娘。大尉にスピルリンクされればもはや何も隠し立てはできんぞ。いや、この機会に機関たちに拷問のコツを教えてやる。まず、人の肉体は予測できる痛みには相当耐えられる。しかし、不測の痛みには存外脆いものだ。そしてこのように不規則に痛みを与え続けると激痛を待つ時間の恐怖が実際の痛み以上にスピリアを蝕んでいく。このくらい私は平気。質問すら不要。必要なのは吐かなければこの恐怖と痛みが永遠に続くと理解させることだけだ。拷問とは肉体に苦痛を与えるものではなくスピリアを折る作業なのだよ。全員再起動完了したな。ここは
リグナトル駐屯地上層部の倉庫よ。潜入は成功ね。気持ち悪い。仮死状態になって二度となりたくないよ。心配すんな。この先はしくじったら本物の死体になるだけだ。余計心配だよ。捕虜は下層部に監禁されてるはずよ。急いで琥珀を探しましょう。どこにいるんだ琥珀。きっと今頃ひどい目に。落ち着けシング。今こそ琥珀のスピリアを信じる時だろ。あのジョーちゃんのスピリアがそう簡単に折れるわけねえよ。ガラド。ああそうだよな。琥珀ならきっと大丈夫だ。私のせいで捕まったのに、琥珀はずっと私を信じてくれていた。約束するわシング。私は全身全霊をかけてあの子の信頼に応えてみせる。うん、俺も同じ思いさ。だからあと少しだけ待ってて琥珀。リグナドル駐屯地、ここがこれほどの施設だったとはな。教会が想定していた規模とは桁違いだ。これはもう駐屯地などではない。完全な要塞だ。上辺だけの情報を信じた報いか。カルセドニーもリグナトル駐屯地のこと知らなかったのか。駐屯地と呼ばれる施設のあることは教会も把握していたが、これほどの規模とは想定外だった。仕方ないわ。軍もここの情報が漏れないよう相当気を使っているもの。いや、教会は軍を完全に舐めていた。慢心と言われればその通りだな。それが帝国にあのような混乱を。でも落ち込んでる時間はないわよカルセドニー。そうだよ、琥珀を救う手助けをするって言ってくれたカルセドニーはどこ行ったんだよ。ああそうだな、すまない。先を急ごう。陣形崩壊。手癖が悪いぞ。もっと強くなりたい。Yeah!
道を阻む者は斬る。ブレッセッカー、ブレッセッカー、私はただ自分の信じる道を行くのみだ。その先に希望があると信じてね。戦闘データ収集完了。私はただ自分の信じる道を行くのみだ。その先に希望があると信じてね。
行くぞ。警備隊が何者かに襲われたぞ。侵入者だ。警戒レベルを永久に移行せよ。動体反応。前後から十数名の部隊が接近中。この部屋に隠れてやり過ごそう。どいて。早く中へ。はあ、イネスが鍵を持ってて助かったね。ここはイネスの部屋？違うわ。ここはシルバ大佐の娘、ラピスの部屋よ。いや、この子が大佐の娘さん？ということは、イネスの子供？違うわよ。私と大佐はそんな関係じゃ。し、この子が起きるだろう。せっかくよく寝てんのによ。いいえ、何をしても起きないわ。ラピスはもう3年も眠ったままなの。デスピル病か。わからない。ラピスとパールさん、シルバ大佐の奥様は3年前、軍が教会に対抗するために開発した巨大四念石砲の暴発事故に巻き込まれたの。3年前か。
その事故なら覚えがある。四年石砲の公開使者で爆発事故が起き、数十人の死傷者が出た。その四年石砲の設計に関わっていた大佐は、未完成な砲の試射を止めようとしたけど、軍の上層部は教会への対抗心から計画を強行に進めたの。人質のように開発者の家族を試射に強制参加させてね。ひでえ話だな。それでシルバー大佐の奥さんは亡くなったわ。大佐を信じていたパールさんは最前列で試射を見ていたから、奇跡的に助かったラピスも事故のショックで目の覚めない眠りについてしまったの。そうまでなんとかできないのかな。何度も試してみたわ。でもそうね、お願いみんな、ラピスにもう一度だけスピルリンクを試してくれないかしら。みんなならあなたたちほど強いスピリアのスピルリンクならもしかして。初めて見る。なんだこの狭いスピルメイズは。ラピスのスピルメイズにはなぜかスピルーンが存在しないのよ。そしてスピルメイズ自体がだんだん小さくなっているの。その症状は琥珀の状態に近い。スピルーンが欠けた場合、スピリアは徐々に消滅する。それに伴いスピルメイズも縮小するのだ。でもよ、琥珀にはスピルーンが一かけら残っていたが、ここには何もないぞ。原因不明。通常はスピリアがなくなればスピルメイズも消滅する。クンツァイとの知識でも原因はわからないよね。わわわ、部屋に誰か入ってきたみたいだよ。ラピス、なかなか会いに来れなくてごめんよ。この声はシルバ大佐。待っていなさいラピス、もうすぐだ。もうすぐパパが目覚めさせてあげるからね。古代人の知識、リチアの力があればお前を目覚めさせることができる。そうだ、お前が目覚めて帝国を倒すことができたら、この国をプレゼントしよう。もうママはいない世界だけど、代わりにパパがお前を本当のお姫様にしてあげる。こんなに何枚も描いたお前の夢、お前のなりたかったお姫様に私がしてあげよう。もうすぐだラピス、それまでいい夢を見てておくれ私の眠り姫。俺にも娘がいてな。え、子供がいるの？いや、いた、だな。もう20年も前の話さ。この子よりもっと小さい年に女房と一緒にデスピル病で行っちまった。それが俺が相馬使いになった理由さ。この世からデスピル病をなくしてってな。今でも辛い目に遭ってる子供を見るとどうにもいけねえな。そうか、だからあんた初めて会った時も琥珀を見ただけで何も言わずついてきてくれたのか。まったすまねえ、つまんねえ話だな。おっさんの昔語りだ、忘れてくれ。でもさ、お姫様の絵なんて女の子なら誰でも描くのに、それを本気にするなんておかしいよ。あの人おかしいけどすごく悲しいね。彼が絶望の中で掴んだたった一つの希望なのよ。一途で不器用な人、そんな大佐にリチアの存在を教え、帝国への復讐とラピス覚醒の幻想を吹き込んだのが女魔導士インカローズ。でも私も同罪よ。大佐の憎しみを止めることができなかった。イネスがシルバ大佐を好きになった理由が少し分かったよ。でもまだ間に合う。この子のためにもあの人を止めるんだ。インカローズがリチア様の存在を教えただと。やはりシルバが奴なのか。
私があなたたちに近づいたのは任務の他にも理由があったの。琥珀の秘密を探ればラピスを目覚めさせる方法がわかるかもってあたりがいい。え、うん。スピルーンを砕かれた琥珀とスピルーンをなくしたラピスか。確かに状況は似ているな。感情を取り戻して琥珀の姿を、私に勇気と希望を与えてくれた。琥珀と同じようにラピスを目覚めさせる方法がきっとあるはずだってね。琥珀だってみんなのおかげでここまで感情が戻ったんだ。あの子だっていつか必ず。そうね、ありがとうシング。あのさガラド。あ、どうさ、何か言いにくいことみてえだな。俺に遠慮はいらねえぜ。うん、奥さんと娘さんのこと。辛い話だったんでしょ。でも話してくれてありがとう。俺も翡翠と同じで、どうしてガラドが一緒に旅してくれるのかずっと気になってたからさ。いいってことよ、俺が勝手に話したことだからな。いや、勝手に話したどころじゃねえ、俺がおめえらに聞いてほしかったんだ。礼を言うならこっちの方さ。安らかに眠れ、さらなる高みを目指す。やるな、メドライト。カルセドニーこそ